こんにちは、物販総合研究所の萬田直一です。これからの季節、売れまくる商材知りたくないですか？ズバリアロハシャツです。ヴィンテージも売れてますけど、最近のものでも全然問題ないです。売れるピークは夏ですね。今から準備してください。この動画を見てもらえるとアロハシャツを好きになってくれるかもしれないですし、より楽しく販売してもらえるかもしれないですね。販売するにあたって僕がどんなことを調べてるのか、どんな書籍を読んだかなんかも紹介します。リサーチはスマホで見てくださってる方でしたら、タイトルをタップしていただいてLINE 登録していただければ、無料で2016年に書いたマニュアルをゲットしていただけますから、まずはね、商材についてお話した方が楽しんでいただけるかなと思いまして、アロハシャツという夏に売れまくる商材についてお話しします。今日お話しする内容は、まずアロハシャツの魅力、これが1つ目、それからアロハシャツの歴史、それからヴィンテージの商品例、この3つ。実はね、動画2つに分かれます。ここまでが前編、これだけね見ていただいてもね結構楽しんでいただけると思うんですけど、後編はね、アロハシャツブランドいろいろどうやって調べるかってことも知ってもらおうかなと思ってます。アロハシャツのブランドって実はねすんごいいっぱいあるんですよ。これも知ってもらおうと思ってます。それから商品例ね、オールドって呼ばれるようなね、ヴィンテージより扱いやすいもの、これについて商品例を見ていただこうかなと思ってます。これが後半の動画になります。まず早速ですけど、アロハシャツの魅力、これについてお話しします。これはね、大きく分けて5つ、まあ、安く手に入る、輸送が安い、メンテナンスも楽、サイズが大きいものも売れる、年間通して売れるけど6月から9月ですね、これがピーク、つまりこれから良い時期ってことですね。それぞれちょっとね簡単に説明していきますね。まず安く手に入る、意外とね高く売れたりもするんですよ。びっくりするぐらい安く買えることもあります。輸送が安い、まあ布ですからね、かなり小さくなるし、外国から送っていただいても結構安いです。しかもね無税なんですよ。メンテナンスもね楽です。もしメンテナンスが必要だとしても、基本的に洗濯機の洗濯とアイロンがけぐらい。古いものに関しては理想は手洗いかドライクリーニングとかになってきますけど、新しい年代のものはね洗濯機で洗っても全然基本的には問題ないです。アイロンがけはしてあげた方がやっぱり高く売れるっていう程度ですね。もう一個ねアロハシャツの特徴なんですけど、サイズが大きいのもね売れるんですよ。例えばアメリカサイズの XL とか普通に売れてますよ。だからね、あまりねサイズで神経質になる必要もないですね。もちろん S とか M っていうのはかっこいい体型の人とかにもちろん売れるんだけど、僕ね L とか着るんですよ。僕より大きい人やっぱいますからね、そういう人たちも買ってくれる。年間通して売れる、これはね、なんで年間通して売れるか、夏のものっていうイメージありますよね。僕ももともとそういう風に考えてたんですけど、冬もね南国に行く人いるんですよ。例えばハワイに正月に行く人とかいらっしゃるから、そういう人が買ってくれたりするので、年間通して結構ね売れるんですよ。ニック加藤さんという方が書かれたニック加藤のハワイアンシャツ、これはニック加藤さんが魅力についてねたくさん書いてくださってるんですよ。こういう方ですね、まあ、チラッとだけね、ハワイに住まれてる方ですね。長くホノカっていう地域でギャラリーとかを経営されてたんですけど、有名なアロハシャツのねコレクターというか、まあ、たくさん持ってる方ですね。ハワイで暮らして、まあ、実用されていらっしゃいますから、本物のね現地のスタイルというか、結果的にこう若い時からアロハシャツ好きだった方だから、今となってはなかなか手に入れることができないようなヴィンテージアロハシャツをたくさん所有されているような方です。この本にはね、当時若者だったニック加藤さんの目線からアロハシャツの歴史、当時の状況なんかもね結構ねリアリティある文章で書かれてね、非常にね好きな人にはたまらないリアリティある当時の第一証言と言えるかなと思います。アロハシャツの歴史についてですね、先ほどのニック加藤さんの本にも当時アロハシャツどうだったかってことなんかも書かれています。これはねすごく面白いんですけど、まあ、切っても切り離せないのがハワイ自体の歴史ね。僕この2冊をおすすめしますけど、ハワイの歴史とか風俗はこの2冊、こっちはね池澤夏樹さんという人が書いたハワイ一行っていう本ですね。それからこっちがヘナチョコシュンさんという人が書いたハワイタイムマシーンっていう本ですね。両方とももうめちゃくちゃ分かりやすくて、初心者の方でも良かったと思いますし、これだけ知っていればとりあえずハワイの歴史は大丈夫かなってぐらい、この2冊読めば全然大丈夫っていう感じですね。他の本読んでも書いてあるのはここに書いてあることだけですね。このあたりを読んでいただくと、アロハシャツが出来上がっていく過程も理解しやすいんじゃないかなと思ってます。興味ある人はぜひ読んでみてください。なんで商材だけじゃなく周辺の情報を、まあ、僕はこうやって調べるかっていうと、詳しくなれるし、説明文に深みが増すから、この他の情報なんかも勉強するようにしてるんですけど、直接的に結構ね関わってきますよ、ハワイの歴史なんかね。だからこの本なんかはおすすめ、まあ、ヒントになればなと思ってま紹介しています。簡単にねハワイの服飾の歴史をお話していくと、古代のねハワイ人っていうのはタパって木の皮を加工して作った布なんですけど、タパを加工した服を着ていました。そこに対してヨーロッパの船乗りっていうのは長袖の解禁シャツを着てたんですよね。ハワイではねそれをねパラカシャツって呼ぶようになったんですよ。パラカシャツっていうのはアロハシャツの原型と言われてますね。1920年代頃から観光に力を入れるようになって、1920年代から30年に
かけてアラハシャツがね、いよいよね登場するんですよ。20年代頃はねまだこんなね華やかな柄じゃなかったと言われてます。手書きの柄が書いてあったり、パラカシャツって呼ばれてたようなシャツなんかはチェックの柄とかね、そういうのでシャツ作ったと言われてます。着物用の生地を子供たちの洋服として使ったっていうのが始まりとも言われてますが、1930年代に浴衣や着物で仕立てたシャツが流行り始めるんですよ。この時期武蔵屋商店本格的に既製品を売り始めるんです。1935年頃武蔵屋商店が広告で初めてアロハシャツっていう言い方を使用しました。ここが初めてアロハシャツって言葉が使われたとされています。第二次世界大戦を挟んで1950年代に大流行を迎えるわけです。映画でね使われたりとか、そういうことの影響もあったと思います。で、レーヨン製のハワイアンシャツが誕生します。それまではねシルクだわけですね。そこでね知っといてもらいたい人物っていうのは2人、デューク・カナモクっていう人とエラリー・チャンっていう人ですね。デューク・カナモクっていう人はサーファーの神様みたいな人、オリンピック金メダリストでアロハシャツを世界的に流行らせた人っていう感じですね。もう一人エラリー・チャン、これは1936年にすでに使用されたアロハシャツって言葉を商標登録した、そういうね商魂たくましい中華系アメリカ人なんですけど、この人はねもう超優秀な人で、銀行の頭取とかに後になったりするような人なので、商売がねめちゃめちゃ上手い人っていう感じですね。この人が20年間ぐらいアロハシャツって言葉他の人に使わせないっていうことをやったりしました。1950年代に名作アロハシャツっていうのはね実はたくさん生まれてて、1960年代からポリエステルって素材がね台頭してきまして、レーヨンのアロハシャツっていうのがまあなくなったりしました。もう一つね歴史関連で言うと、アロハシャツには魅力的な柄がありますけど、古典柄って呼ばれる有名な柄がね複数個あります。これはねこういった本で名前を知ることができます。柄の名前が、はい、普通に生きてるとねこれがまあどういう用途で使われたものかとか、そういうの調べることができたりします。これはランドオブアロハっていう、まあ、日本のトヨエンタープライズってすごい優秀なレプリカを作るブランドですね。アロハシャツなんかはもうそれの第一人者って言ってもいいかもしれない。これはザ・ハワイアンシャツっていう本ですけど、これもなんかこういろいろ書いてありますね。僕一番おすすめなのはねこれですかね、マスターブックオブヘイホンハワイアンシャツって書いてあります。後半ではねちょっとやりますけど、このアロハシャツのタグとかが全部載ってて、いろんなブランド知れたりとかもしますね。歴史も知れます。超よくできてる本ですね。多分日本で一番わかりやすいんじゃないかなと思います。20年以上前に買ってるものですけど、まだこれ手に入ると思いますから、ヤフオクなんかで買ってもいいと思いますよ。そんな高くなく買えるんじゃないかなと思います。アロハシャツの柄にはね名前があるんですよ。これを複数のアロハシャツブランドが権利を消滅している柄に対して複数回復刻してるっていうのが実はねこの柄の真相です。同じような柄あるんですけど、これはね実はもう柄の名前あって、昔デザイナーが作ったんだけど何回も作られてるってことですね。柄の意味とか知るとねより親しみが湧いたりします。商品としてのアロハシャツの選び方ですけど、まずはね自分が良いと思うものが実際にどんな値段で取引されてるかっていうのを確認してみるっていう流れでいいんじゃないかなと思うんですよ。めちゃめちゃ出品はされてますよ。 eBay とかねハワイからの出品もありますから。ブランド、サイズ、柄、素材はシルク、レーヨン、コットンとかね、自分が見て好きかどうか、こんな感じの基準でねまず仕入れるか検討していくっていうのでいいんじゃないかなと思います。ヴィンテージはなかなか全く同じ色形のものが手に入りにくいので、まずは次の動画でお話するオールドから始めてみてもいいのかもしれないですね。商品例ちょっとね見ていただこうかなと思います。次回の動画でおすすめするオールドから始めてもいいって言いましたけど、まあヴィンテージの商品の販売価格についても見ていただきたいなと思ってます。夏はねもっともっと高くなります。撮影日は4月1日なので今現在の相場を見ていただくっていう感じになります。先ほどデューク・カラモクって人物についてちょっとだけお話しましたけど、ヴィンテージにとにかくね人気があるブランドのね関係者なんですよ。1949年にニューヨークのシスコ社からデューク・カラモクブランドが誕生しました。デュークとかデュークとかね言われたりもします。ブランドで選ぶわけじゃないですけど、とても素敵な柄も多いのでファンもねめちゃめちゃ多いですね。約1年間の間でヤフオクで売れたデュークカハナムクブランドのアロハシャツを拾ってきました。ブランドってものすごいたくさんある中でデュークカハナムクブランドのを拾ってきた感じですね。例年よりはアロハシャツ着る機会がね少なかったから、まあ安めかなと思います。これはねどういう画像かっていうと、1年間で売れた目ぼしいものをちょっと持ってきた感じです。これね特に高いものを持ってきたというわけじゃなくて、柄のバランスを見てねバランスよく持ってきたみたいなつもりなんですけど、画面の左上ですかね、ここは一番高かったやつ、下にこう下っていってその右側に続きがあるみたいな感じですかね。全てねデュークカハナムクブランドのものなんですけど、長袖のシャツの非常に状態がいいやつが、まあ、7万円で落札されてますね。これ実はねそこまで高くない、このブランドのとしてはね。これはねあの例年に比べると安いですね。夏ハワイに行く人がいらんって感じだと思いますけど、デュークカハナム
目スペースアロハシャツとかでね多く買って検索しました。どういうのが売れてるかっていうのがまあ見れます。これに対して eBay にねないかっていうのを探していくんですけど、今ちょっと夏じゃないからあんまなかったんですよね。実はねこの中でぴったりの柄っていうのも全く一緒っていうのもなかったし、固めのがあるっていうだけだったんで、まあ、これ出てくるのを待つような感じにはなると思います。それだけね玉数が少ないんですよ。なのでまあちょっと次回のね動画でやりますけど、ブランドってものすごくいっぱいあるから、僕のことをお知らせするブランドをね複数回検索していただいて、見つかったら実際に利益が出るのかっていうのを確認していく、そういう作業になるんじゃないかなと思っています。後半の動画では、まあ、他のブランドもね知っていただきたいし、60年代以降のもっと気軽に参入できるブランド商品例なんかも紹介しようと思っています。いかがだったでしょうか。今回の動画で少しでも役に立った、興味を持ったという方はぜひ高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。またアロハシャツ、まあ、好きで着てるなんていう人がいたらぜひねコメントで書いていただきたいなと思うんです。まあこれからチャレンジしたいっていう人も書いていただきたいと思うんです。さらに売ってる人がいたらね、もっともっと詳しい人いっぱいいらっしゃると思うんですね。ぜひコメントいただければと思います。このチャンネルでは物販や副業に関して稼ぐ方法をお伝えしていきます。その他物販総合研究所では無料で eBay 入のマニュアルも配布してますから、スマホの方はチャンネル名をタップして概要欄から LINE 登録してぜひ手に入れてください。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。